皆さんこんにちは、水野ゆうきです。今日は緊急事態だからこそわかる政治家の能力とその見極め方についてお話をしていきます。私が政治活動を行う上で非常に重要視しているのがしがらみをなくして活動するということです。選挙も、無所属でずっと戦わせていただいております。もちろん国政でしたら政党政治ですのでそういうわけにはいかないですし、思想を戦わせるところですけれども、地方政治においてはやはりその県をその市をどのようにしていくのか、こういった観点に絞られていくわけですから、この町の経営、県の経営についてはやはり市民県民の意見を第一に優先して尊重していきたい。県の事業だったり市の事業だったり、もうそれも全部税金ですよね。それを、特定の政党の公認だったり推薦をもらってしまうとですね、そっちの方向を向いた、税金の使い方になってしまうのではないかなと。これがいわゆるしがらみになっていくのではないかなというところからですね、もう私は無所属での活動を貫かせていただいております。まず一つ目が情報発信についてです。この新型コロナウイルス感染症に関しては各都道府県知事、そして基礎自治体、いわゆる市町村長の皆さんがご自身の言葉で SNS で様々な発信をしていたと思います。多くの SNS のお使いになっている皆さんもそれは見かけていると思います。リーダーはしっかりと、私たちは皆さんの税金をこういった形でこの緊急時に支援策として講じていきます、私はこういう考え方で県政そして市政を担っていく、この緊急事態を乗り越えていく、この言葉をですねしっかりと皆さんにお伝えしていく能力が備わっているかどうかということは、私は今後政治の世界では大変重要なことなのではないかと思います。私もずっと、政治活動をしていく上で様々な市民県民の皆さん方の声をしっかりと聞くために SNS ツール、コミュニケーションツールとして使っています。特にこの緊急事態にはですね、本当にたくさんのお問い合わせご意見が来ました。その中では行政が判断した、その支援策、そして学校の再開や休業等に対して批判的な声があったこともありました。しかし、そういった批判的な声もですね、全て耳を塞ぐのではなくて、しっかりと自分の中で受け止める。そしてその批判の中にもやはり気づきがあるわけなんです。こういう視点があったのか、ここは改善していかなくてはいけないなというふうに私も気づかされたことがたくさんありますし、実際に SNS からいただいたご意見等をもとに議会で働きかけたり、行政に改善を促したりして、それが実現したこともありました。多くの皆様方の声を聞いて、それを政治に反映させていく、まちづくりに反映させていく、こういった能力が今求められているわけです。そういった中でですね、やはりトップリーダーがしっかりと情報発信をすることによって、県民市民の心にも響きますし、さらにはですね、トップが考えていることをしっかりと伝えていく、これは私は政治家として非常にこれから重要なことなのではないかなと思います。残念ながら千葉県の森田知事はですね、ご自身で SNS のアカウントを持っているわけではなくて、さまざまな情報発信というのは県のホームページであったり行政が基本的には担ってしまっているんですけれども、政治家としてのやはり発信というものがこれからの政治家にはトップになるものとしては求められているのではないかなというふうに私は個人的に思っています。ちなみに来年は千葉県の知事選挙がありますから、ぜひ知事の声をですね SNS をはじめとして直接聞きたいなというふうに思っています。2つ目に移らせていただきたいと思います。感情的にならないということだと思います。私たち政治家は賛否両論の中で生きていて、そういったものにですねいちいち反応して、そして感情的になって騒ぎ立てたりするという政治家が、少なからず残念ながら見受けられます。その賛否両論の中で一番のいい最善策を作って、そしてそれを県政市政へとつなげていく、こういったことなんですけれども、だからこそしっかりと批判を受け止める力、感情的になってすぐに言い返したりですとか、そういったことは、せずに一呼吸置ける政治家を皆さんには選んでいただきたいなというふうに思っています。やはり冷静さ
というものが緊急事態には求められておりますから、まあ、そういった中で今後のことについても冷静に見極めて政策を講じていける、まあ、そういったリーダーを選んでいただきたいなというふうに思っています。3つ目が、皆さんと一緒にこの緊急時に自粛をしていたのではないかというところのポイントです。この緊急事態宣言が発出されている期間ですね、この動画が公開されている頃には解除されているかもしれませんけれども、長期間にわたって自粛が続いておりました。その間ですね、我々議員も基本的には登庁はなるべくしないようにということでした。しかしですね、まあ、千葉県議会では臨時議会が開かれて千葉県の良さを決めたり、まあ、そういうことはしていたわけなんですけれども、基本的には、リモートだったりオンライン、まあ、電話等で行政職員とやり取りをして、まあ、協議をしながら、こういった部分を改善しようとか、ここの部分支援策足りてないよとか、まあ、そういったやり取りをさせていただいたわけなんですが、こういった本当に仕事をしていた政治家って何人いるのかっていうところを私はかなり疑問に思っておりまして、この自粛期間中に情報発信、今日はこれやりましたあれやりましたっていう風に発信していた人がものすごく平時に比べて少ないと思ったんです。本来であれば平時よりもこの緊急事態の時にたくさん情報が市民県民は欲しいわけですよね。にもかかわらずこの緊急事態だから市民県民と一緒に自粛をしてました、では困るんですよ。緊急時だからこそ政治家が動いて支援策なりそういったことを考えて実行してもらいたい。このですね、私も期間は本当に連日のように SNS で様々な支援策だったり、それから活動内容を皆さんにご報告をさせていただいておりましたけれども、本当に情報発信をこまめにしているなというふうに思った議員さんは正直言って少し少ないなと思いました。実際に発信はしなくてもものすごく活動している方がいるということは、これは念のために付け加えさせていただきますし、 SNS をやってないだけっていう方 もたくさんいらっしゃると思います。ただですね、選挙の前だけやはり実は私緊急事態の時にああ動きました、こう動きました、そんなことはですね、正直言っていらないわけですよ。今後選挙で投票する上で今回のことを絶対に忘れないで投票行動に移してほしいなというふうに思っています。まあ、そんなことから、今日はですね、私が個人的な、まあ、見解でですけれども、緊急事態だからこそ分かる政治家の能力と見極め方についてお話をさせていただきました。次はですね、皆さんが一番関心の持っている政務活動費についてお話をしていきたいと思います。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。